中国崩壊、日米豪で中国包囲網完成。韓国は入っていません。わらわら安全保障の協力関係を深める日米豪が、南シナ海における中国の埋め立てに揃って非難を強めている。30日にシンガポールで会談した3カ国の防衛相は、共同声明で、深い懸念、を表明。防衛力の向上支援などを通じて ASEAN、東南アジア諸国連合、とも連携する方針を確認した。日米防衛相は講演でも中国非難。日米豪の防衛相は、シンガポールで29日から開かれているアジア安全保障会議、シャングリラ対話、を利用して会談した。3カ国は共同声明で、南シナ海における中国による埋め立てに対する深刻な懸念、を表明。埋め立てを中止するよう求めた。中国は埋め立てて造成した人工島に、滑走路や港湾を建設。米国防総省は、大砲が設置されていることも確認した。日米豪とも、南シナ海で領有権を争う当事国ではない。しかし、同海域が重要な海上交通路であることから、中国が埋め立てた場所を軍事拠点化し、自由に航行できなくなることを恐れている。カーター米国防長官は、会談に先立って言った講演でも、中国による南シナ海の岩礁埋め立ては国際的なルールと規範を逸している、と非難。これまで通り、同海域での哨戒活動を続ける方針を強調した。同じく講演した中山元防衛相は、無法が放置されれば、秩序は破壊され平和と安定は崩れる、と語った。アジアへのリバランス、最近こう、政策を進める米国は、同地域に兵力を傾斜配分するとともに、日豪といった同盟国に役割の拡大を求めている。自衛隊には哨戒活動を南シナ海にまで広げることに期待を寄せており、カーター長官は講演で、日本の安全保障政策が変化しつつあることに言及。日本は東南アジアへの関与を強めている、と語った。日米豪の防衛相は会談で、問題の当事者である ASEAN との連携を強める方針でも一致した。装備の提供や共同訓練、研修など、様々な手段を通じ、フィリピンやベトナムなどが防衛力を高めるための支援を継続していくことを確認した。また、ASEAN と中国に対し、南シナ海における実効性の伴う行動ルールに早期に合意するよう求めた。こうした動きに対し、中国側は反発を強めている。中国軍事科学院の張正卓、世界軍事部研究員は、講演したカーター長官に質問し、米軍の偵察活動は、南シナ海の問題解決につながるのか、などと反論。批判は事実無根で、建設的ではない、と述べた。先ほどの動画はいかがでしたか？このチャンネルでは先ほどのような面白い動画や、興味のある動画をまとめています。オリジナル動画も作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録お願いします。